みなさん、こんにちは。しんちゃお。私はりな先生です。今日はみんなと一緒に形容詞を勉強していきます。日本語の形容詞には、いい形容詞とな形容詞があります。文章の最後に、いいが来るのか、なが来るのか、みなさんそこに注目してみてくださいね。では行きましょう。冷たいコーヒー。 冷たいコーヒー。冷たいです。いい形容詞。で、まっ次。熱いコーヒー。熱いコーヒー。熱い、熱いです。で、まっ次。値段が安い飲み物。値段が安い飲み物。安い、安いです。で、まっ次。値段が高い果物。値段が高い果物。 値段が高い果物。日本は果物の値段がすごく高いです。でもベトナムはマンゴーとかバナナとかすごく安いですよね。安くて美味しいので、ベトナムはすごくいいとこだと思います。では次。身長が低い人。身長が低い人。低い人そして身長が高い人。 身長が高い人。高い、高いです。では次。ハンサムな人。ハンサムな人。ハンサムな、ハンサムな形容詞になります。これは嵐の松本潤さんになります。皆さん嵐知ってますか日本で知らない人はいないというぐらい有名な人です。では次。クールな人。 クールな人、クールな人な形容詞です。これは坂口健太郎さんという日本の有名な俳優さんになります。私この人すごく好きなんですね。はい、では次。可愛い,い人、可愛い,い人、可愛い可愛い,いです。これは佐々木希さんです。日本ですごく可愛くて人気のある女優さんになります。では次。 綺麗な人、綺麗な人、きれいな、きれいな形容詞です。かわいいと綺麗はあまり区別がありません。どちらを使ってもいいんじゃないかなと思います。では次。簡単なテスト、簡単なテスト、簡単な、簡単なです。では次。難しいテスト、難しいテスト、難しいテスト。 形容詞になります。はい、こんな感じで形容詞ができます。すごく簡単でしたか皆さん。では、ズンりで待ってます。バイバーイ